算数問題。パズル感覚で面積を出してください。では始めましょう。一辺の長さが6センチの正方形と正三角形、半径が6センチの扇形2つを組み合わせた図において色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。制限時間は40秒です。では解説をします。右図において点 F と点 D、点 C をそれぞれ結ぶと DC、DF は点 D を中心とする扇形の半径である6センチ、CF は点 C を中心とする扇形の半径である6センチ、よって三角形 FCD は三角形 ABE と合同な正三角形です。よって正三角形 ABE を三角形 FCD に等積移動すると色部分は正方形 EBCD から2つの扇形である DEF と CBF を引いたものと考えられ、それらの扇形は半径6センチ、中心角が30度より色部分の面積は右の式より17.16 平方センチメートルとなります。